ちみやむです。第2試合やっていこうと思う、第2回目の動画投稿していこうと思います。多分今日も長時間できるんで、ただひたすら喋ってるだけの動画ですね。いやー、これ見てくれてる方ありがたいですね。こんなつまんねえ動画。こんなつまんねえ動画。何これ、撮れるとこないのに、これなんでもこれ、赤の点ついてんのこれ。撮れるとこないのに。ちょっと現代の状況どんなもんだ。54.1。はいはいはい。もういい、大丈夫かこのハルキ。ハルキ大丈夫かな。大丈夫だった。佐野万次郎介。佐野万次郎介。おい、向こう強いじゃねえかよ。うわ!やっば!え、もう焦げたし、ドラゲンに。それか、ドラゲンの強さ。これですね、これ。ドラゲンはあれだわ。当たったら焦げるっていうね。これがドラゲンの強さだわ。わかった。でも、止められるし。やば!打ってくれ。ダメだ!うわ!くそ、やばいこれ。相手強っ!うわ。マジか。撃てねえ。ちょ、撃てないよ。ちょ、強すぎ?頼む、入れ!ちょ、スクリーン助かったわ。スクリーン助かった。やっぱこれ、スクリーンプレイ、僕何回もディスってるんですけど、やっぱスクリーンプレイ、助かるときももちろんありますね。うん、普段はスクリーン邪魔とか言ってるんですけど。前泉を徹底的に潰す。はずよ!入るんかい。くそ。ダメだ!やばい!なあ、もう!やばい、これ!うわ!やばい、これ!本当に申し訳ありません。ちょ、相手ちょっとディフェンス強すぎるわ。ちょっと前の試合もね、めっちゃくちゃ、ブロックされたんですよね。はっ。本当申し訳ありません。本当申し訳ありません。ああ、やばい。2回も。前の試合もめっちゃブロックされたっすね、もう。かずれろよ。やばい。やばいよ。どうしたらいいんだ、これ。多分次入るか。あーもう嫌だ、もう嫌だ、くそ。あ、何ボタン、わかんねえ、もういくらなんか撃たれる、くそろ。めっちゃ足引っ張ってるわ。やばい。頼む、入れ!なしさん、この人強すぎん!ちょっと、異常じゃない?これ。この前積みの人強すぎん?ちょっと。こんなにブロックされるか。てよ。これ。
いよこれ。今年一番かも、こんなブロックされたの。入れよ。外れろよ、クソが。うわ、ここで、ここ、光るうざ。光るうざ。外れろ。これ取れるだ。取れなかった。あ、やばい、光る。うわ。あかん、これ。危ね。は、あ、もう打てば。もう嫌だ。もうこの試合も絶望的ってもう。こんなにボコボコに。こんなにボコボコに。もう嫌。この前で見た人うまいだけだよね。俺悪くないよね。くすいよ、これ。ああ？チートかよ。チートだ、これ絶対。チートだ、これ絶対。打っちゃって。チートだろ。おかしいよ、あれ。ブロック。異常だろ、これさ。ここまでブロックされたことないよ、今まで。なんで腹立つんだけど、これ。ブロック。チートですね。これ。チートですね。待って、この人の成績見てみるわ。ずっと最強打取ってる人じゃないのかな、この人。何これ、最強打。これ何これ、21? わかんない。両方に点ついて真ん中に1ってどういうことや、これ。19かな ?19 かな、これ、最強打。はぁ、ランク戦 77%？ あの人今まで戦った中で一番うまいんじゃないのこれ。マジか。ランク戦 77% って、固定かあれ。チートじゃねえよな。チート疑うんだけど、もう報告したし。おかしくない？ランク戦 77% って。絶対乗らじゃ無理だろ、77% とか。さっきのあれ固定だろ？ありえねえよ。今まで対戦した中で一番強かったんだけど。いや、さすがに僕下手ですけど、そこまでブロックされたことないよ。なんだ、あの人。おかしいだろ。しかもなんか情けかけられたような気がしたんだけど、最後。ブロックできそうなやつわざとなんか打たせたみたいなシーンがあったような気がしたんですけど。余計惨めなんですけど。え？清 SG って大丈夫か？スリー打ちまくる人じゃないよね。うわ、これ、センターの方に部がありますが、こっちベテラン光った。いや、言うて片松か。でも片松光のマークだから、ダイバーソンか。いやー、どうだろうな、これ。入れ。入らん、リバウンド。取ったら天才。いやー、無理か。うわ、うわ、なんでだ。やべえ、連敗するんか、これ。は？あー！お前、笠松もしねえよ、お前。二連続で入るんかよ、これ。おかし
げえイライラするんだけど、これ。本当にもう。向こうのアイバーソン2連続で入ったってことは、俺も2連続で入るかな。ブロックさえされなければ。あ、パン2になった。え？ちょっと待って、3？今2か3、2っぽかったけど3なんやっけん。点差覚えてねえわ、もう。何やってんの、早く！ああ、協力妨害、最悪。こっち行け。え。なんで入んねえの？ははは。やばい。やばい、今日開幕に2回連続でボロ負けかよ、これ。入れ、これ入る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 。よし。あ、もう。うわ。ノーマーク、今の。こっち、こっち行ける。そっち、風間通ったやん。うわ、え？妨害じゃないの、これ。2試合連続でボロ負けするんだよ。ダメ、これ。降参かな？マジ試合連続で妨害、2試合連続でボロ負け。もう嫌だ、もう嫌だ、心が折られそう。試合連続ボロ負け。タオミンとか嫌だなぁ。これ昔のスキンだからベテランか？あれ、このシャオミンと何使ったか今。ちょっとシャオミン以外がいいなぁ、もう。竹道使ってたね。あ、ベテランのシャオミンか。期待していいのか、これ。向こうなんて竹道と、竹道と、龍一？ドッキン？俺のマークじゃないし。危な。あ、でも入れ！キャッた。しゃった。竹道徹底マークです。あ、やば。はっ！おい、入るなよ。ふざけんな。ふざけんなよ、一発目で入るんかよ。なんでそんな向こうつきすぎだろ、だって。あ、今打てたか。
ははは、頼むとって、たっはっ。はは、入るんじゃない、これ。いけ、取れた。いけ、ナイスブロック。あの入れ入れよ、あ、こっち行ける、こっち行ける、こっち行ける、入れ、入った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 ね。ふざけんなよ、おい、ふざけんな、今の入るパターンだろ。なんで2連続で入ってん、あ、ピクちゃん、なんで2連続で入ってんだよ、もう。いやいや、スイッチしてくれよ、頼む、リバ取った、天才。おい、竹道に負けるのやばい。あーは。なんでさ、PG が現象で入るんだよ。死ねば、ほんと。入った。なの、これ。うわ、妨害妨害妨害、いや、つきすぎじゃない、向こう。妨害で入るわ、減少で入るが PG なのに。なんだそれ。早くパスを。はぁ、あ、頼む、取って、危な。危な。あー、ダンクか。ちょっと待てよ。この構成でも。え？負けてんの、まだ。向こうボール同点で。やばい。は、これ外れる。頼む、リバー！オッケー、こっち来た。入る、入る、入る。打て、打て、打て。オッケー、やっと逆転。やっと逆転。スイッチ、スイッチ、スイッチ、俺リーチ行くからもう外れる、これ絶対外れる、頼むよ、はぁ、くっ、きった、うむてぇ、なぁ、打ってよ、いや、スイッチしてくれよ。発艦撃たれた。はぁ、これはワンチャン入るかも。あ、頼む。あー、無理だ、これ。妨害、頼む、外れろ。オッケー、来た、これ。こっち行ける、こっち行ける、こっち行ける、こっち。こっち行けるのに。多分入るのに。ああ。やった。さっきドラケンのなんか、なんだ。僕あの、フォローしてたかな？わかんないですけど、ちょっと、スマッシュダンクのなんか、ツイートがなんか、タイムラインに流れてきて、なんかそれによると、なんか、ドラケンにこけさせる、30秒ぐらいの動画だったかな。それで、ドラケンに当たるだけでめっちゃ、何回も何回もこけてるんですよ、センター対決で、向こうのセンターが。マジかと思いましたね。それが多分ドラケンの強さですわ。やっぱスクリーンに当たったらこけるっていうのが、相手が。それが多分ドラケンの強さですね。マジでありえねえわ、あれ。確かに強いわ。はい、どうも。でもなぁ、強いって言っても、僕はセンターやりたくないし、やらないんで。ドラケン。あるのなぁ。センター嫌いだしたって、やりたくないし。おぉ、強っ。これ相手は
あ、もうさっき眉住にボコボコにやられたって、ちょっと眉住怖いわ、もう。はいで。OK。もうこの森めっちゃ光ってんだけど、頭が。よし。OK、来た。頼むこっち。はい、こっち、こっち行けます。はい、行け。2連続入ったんじゃない、これ。入ってない。はい、来ました、愛人。はい、入ります。おっしゃ、ボロ勝ち、ボロ勝ち、ボロ勝ちペースやと、これ。ボロ勝ちのパターンか、これ。あ、入ったか、さすがに。はい、ナイス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 。うわ、強っ。2連続で入るんかい。あかんかも、危ね。やべ。はいで。はいでよ。はい、取れる。はい、取れます。嘘。嘘。OK、取れた。はいで。入った。さあ。あ、やばい、撃たれる。あ、やっぱ強力棒。え、ちょっと待って。大丈夫？どこ行ってんの？バグってない。おいおいおい、勝てる試合でバグるとかやめてくれよ。あ？は？なん？マッカー打たれる。あぶ、ちょっと、おい、センターの人おかしいよ。おい！あー、センターおかしい。おい！え？何が起きてんの、もう。リバウンド重要な時に。アイデアを頼む。ちょ、センターの人何やってんの、もう。やってくれよ、そういう。ナイス。あれ、打てたんか。入れ、入れ、入るんじゃない、入るんじゃない。いや、入って、それやばいって、それやばいって。あかん、2点差、2点差、やばいって。いや、マジでやめて、マジでやめて。まず、はい。てか、センターの人何やってんの？こんな変な動きすんの、マジで。あ、やば、変だ、パスこっち行ける、こっち行ける、こっち行ける、こっち行ける。パスが止まってる。はい、はい。ねえ、センターの人何やってんだよ！あ、もうイライラする。の、マジで。通報案件だろ。あ、やべ、こける。あ、終わったわ。このセンターマジで。なんでリバウンド発生した時になんかスリーポイントの外側とか行こうとするの？バグってんの？
っと嫌なんだけどな。あの、メタボット戦やったら許さんだもん。通報です。バグってんの？本当にイライラするんだけど。ロリポップが44ってことはナメプしてる人じゃないね。バグってたのかさっき。勘弁してほしいね。これで俺ボット戦だったら勝って消えそうなんだけど。あ、ボット戦じゃなかった。あかん、これ負けたらボット戦やぞ。頼むぞ。あ、さっきのアイバーソンしちゃう。いやいや、アイバーソンでいいよ、別に。アイバーソンでいいけどね、別に11でもどっちでもいいけど。あ、こっち全員ベテラン。頼むぞ。頼むぞ、これ。ああ、これ負けたらボット戦だ。多分ボット戦だけど、回避させて、本当に。なんかアイバーソン浮いてるんだ。アイバーソンじゃないか、これ。浮いてない？撃てる、撃てたやろ、今。あ、撃てる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 。入れ、入れ、入れ、オッケー。よしよしよし、いいね。出だし OK、出だし OK。あかんって！やべ、マイキーの。オッケー、来たわ。あ、天才。取ったね、取ったね。こっち、こっち、こっち、こっち行けるね。こっち、あ、なんで！は今のはない。おい、しっかりしてくれよ。センターの早々シュートはないわ。あぶね。はい、ナイス。その代わりちょっとアイバーソンのスリーだけは警戒する。しとかなな。な、うまっ！うまっ！このリュウチの人うまいわ。ああ、入るし。さっきの確定じゃないやつブロックしたんかよ。なあ、これ。入れ、入った。リバ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 リ、はぁ、あ、そっち側行くか。うわ、最悪！あぁ、あ、やば！マジでよ！頼むリバー。俺は外れるだろ、さっきすり、頼む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 、俺のミスを。うわ、やっちゃったよ、もう。アイバーソンにこけさせられるんかよ、もう。うやば。あ、撃てたか、今。あ、撃ってねえ。頼む、頼む、リバ取って。こっち行ける、こっち行けるのによくシュート打つな、もう。よくシュート打つな。
ナイスナイスナイス。頼む、取って。はっ。くそ。妨害だろう。もう、はぁ、あ。あの、妨害だろう、もう。なんだよ、あれよ。そんな、くそっと。このアイバーソン、筋力ぶりか。あいで、入った。よかった。筋力ぶりかな。すげえ止めに来るな、これ。また悪い押してしまった。あ、やばい。あ、やっばあはは入りすぎだろう。スクリーンに引っかかって動けなかったかも。どんだけ入んだよ。あ、やべえかも。あっぷんね。あ、はい。妨害、妨害。やばい、やばい。あっぷんだ。あっぷんだ。頼む、勝たしてくれ。もう、ボット戦だけはやめて、ほんと。ボット戦やめて。うわ、協力妨害。これ取ったら全然勝てる。最後の意味。あ、やばい。撃たれる。マジか。あー、終わった。これ何回負けとんの、これ。ほんとさっきのセンターの人イライラする。勝ててた試合だったのによ、さっきの試合。それのせいでボット戦行くんだ、俺もう。なの、これ。あ、ボット戦じゃない。ボット戦じゃない。これ4連敗してんのにボット戦じゃない。これほんと意味わからんよね。連敗してない時にさっきボット戦になったし、4連敗してもボット戦にならない時あるっていうね。ほんとわけわからんわ、これ。いやーマジか。あー、こっブロンズの金とか大丈夫です？まあ、センターやってくれたのはありがたいんですが、ブロンズの金とか大丈夫ですか、ほんと。俺が清志やるべき。だって俺清志やってもだって、ヒジョンとか森？え、全然タイミング合ってないけど大丈夫かなこれ。全くタイミング合ってないけど、ジャンプボール。はぁ、大丈夫か。しかも向こうのセンターの人よく見る人だから、これ。ベテランの人だよ、これ。なんでそっち行くの、パスが。はぁ、減少？あ、ナイス！あべ。妨害入ったね。次からミドルないね。次からミドルない。ないねっていうか外れるね。取れなきゃ意味ないけど。あっけ、あぶね。あ、やば。あ、ナイス。うわあ、取った、よかった。あ、2になった。あ。いや、向こうのセンターの人はベテランだろ。対抗できるか、ブロンズのキーンが。うわ、スリー打ってきた。ほらね。おい、5連敗とか嫌だよ、俺も。5連敗って。アイスキャリー。ね。だって、そのサイクルとか調整できねえし。サイクルとか調整できない 100% 決めること不可能だし。
俺が竹道行くわ、俺が竹道行くわ。くそ。え？頼む、リバー！いや、今のはなんでジャンプせ、くそ。今のなんでジャンプしないの？うわ、あかん、あかんパス、これ。こっち行ける、こっち行ける、こっち。あ、頼む、頼む、あ、頼む、リバー。あ、奇跡。すご。ナイスナイスナイス。はい、入った。はぁ、よかった。意外に取れとる、意外に取れとる。意外に取れとる。せめて3分の1ぐらいを取ってくれ。それなら勝機はある。あ、やば。お、いや、来た。あ、取れる、取れる。アイパスな、ない、ない、ない、あーっと、あかん、あかん、あかん。はいで、あ、ダメ、頼む。あ、センターガラキャー取れるよね。よし、取れる。いダメ！あーナイス天才うまいうまいうますぎんブロンズの金とは思えないわ。あーナイスよかった、ね、ブロンズの金とは思えないほど活躍ですね、はい、上から目線ですがうまいうまいやんもしかしてこれ金がブロンズなだけの他のセンター嘘だろ今日ちょっとブロック垂れまくるやばい他の線、外れろよやばい頼む、龍一なんとかしてくれうわ俺足引っ張っとるわ。俺足引っ張っとるわ、完全に。やばい。あ、ナイス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 。2点で十分。この点差なら2点で十分。8点と残り時間考えると。うまっ。はい、決まるね。はい、決まるね。はい、決まります。外れるんかい！外れんなよ。はぁ。ナイス。最後、ひたたた、頼む！はい、入った。いや。はぁ。やった。連敗4でストップ。もしかキーンがブロンズなだけで他のセンター持ってるのかもね。はぁ。よかった。だってベティの人大丈夫かな大丈夫っすかさっきの人とまた金かしかもノーマル金か大丈夫かなこれこれ絶対いやお父さんちょっときついと思うけど俺だってソフィアにマークされるし伊集院対じゃスキン装備してます大丈夫ですか？いや、ノーマルキンが20位に勝つとか不可能だろう。全然タイミング合ってねえし。うわ、クイックシュート。あ、取れんかった今のラッキーチャンスやった。うわ、届かん。届かん、全然届かん。ダメダメあ、入ったあぶんねちょ、パス押したけど、シュート打って入ったわ、これ。
ついと思うけどな、この試合。この試合勝ったら奇跡だろ。なんでパスしないの？あかん！あぶね！あ、なんでタッチパス！あ、ナイス、入ったよね。入ってないんか、入った。入った。UJ のパス遅れたわ。チャンスだったのに今、入ったわ。なんでこんな運悪いこと起きるの？こっちガード二人いるのに二人とも取れないってさ、運良すぎだろ、向こうも。ダメじゃん？もうレイアップ行っちゃえ。ダメだ！だって時間ないもんだって！だって時間、打て！よかった。時間なかったからさ。うわ。外れろよ。いや、これきついね。緑間に打たせないだけマシかと思えればいい。あ、ちょっと向こうもブロック溜まってんじゃねえの。あ、減少。あ、よかった。ソフィアにマークされるって最悪やん。はい、防強力妨害。頼む、これ取った天才。無理だよな。いや、イユイン対ノーマルキンきついってどう考えても。あっそ！なんでそんな運悪いこと起きんの？おかしいだろさ。なんでそんな。なんで立っていくんだ、パスが！こっち行ける。はぁ！完全に封じられてますよ、両方。あ、ダメだわ。だって、時間ねえもん。完全に。うわ。2点で攻めてくるし。どっちらいいのこれ。負けるわ。スリー入れよ。OK、ナイス。ここから勝つ方法あるか？これと、あ、入るし。妨害で入るし。あっ。頼む、入れ。入らんし。どこまでバスケの神様に嫌われてんだ、俺は。ナイス。2連続で入るかな？入らんと思うけどな。厳しい。リバ取ったし。でももう遅い。時間的に厳しい。あ、つったよ。ボール回した終わりだわ。ずーっとマスター1と2で行ったり来たりしてんだけど。昔もっとすんなり行けたはずだけどな。ちょっとやっぱ、こういうゲームってやればやるほど強いキャラ出てくるんで。しかもその、すごい自由課金キャラがなんか、不良で運よくもらえたりする、運よくとか、やってればやってるほどもらえたりするんで。だから全体的にレベル上がっていくことはもう必然なんですね。
だからかな。まあ、言うて俺もコアとか最後まで上げたの最近だしな。マッチが遅い。大丈夫かこっち。大丈夫かなこれ。避けてくれんかな誰か。マジか。多分ノーマルランだしも。あ、全国最強のラン。全国最強のランなら別に、そこまで悲観することはないかもしれんけど。最近本当に弱体化されたんですかね、伊集院。伊集院本当に弱体化されたんですか？あ、勝った。あ、あ、やば。今打てたけど、ちょっと遠かった。よかった。あ。これ考えすぎんかな。普通に減少でもガンガン打っていくべきなんかな。はい、はい、跳ね返ります、と。うま、え？え？今のブロックじゃないの？完全にブロックのタイミングがあっただろう。よっそ、ダンクじゃないのか。やば。何こけてんだ、俺は。あ、復讐と。ああ。え？え？は？あ、ダブルクラッチか。すごい、ランもこの前、だいぶ、この前っていうかもう1、2ヶ月前かもしれませんけど、強化されたっていう。なんか、密かに。あ、跳ね返る。はい、妨害。オッケー、取れた取れた。あぶね。あ、もう跳ね返る。やばい、竹道のうまくすぎる。あー、ナイス。入れよ、入れよ。うまっ。え、入ったよね。よし。あ、よかった。あ。なんかさっきから何気に伊集院に2回ぐらいリバ取ってない。こっちの人がうまいのか、本当に弱体化されたのか。でもなんか自動リバのところを弱体化されたっていうよりも、なんかリバウンドに向かう、危ねえ！リバウンドに向かうときなんかダッシュするのかな？よくわかんないですけど。それがなんか遅くなったとかって、ちょっとよくわかんないんですけどね。僕 DGE 知らないし詳しくないんでわかんないですけど。そのダッシュの部分が遅くなったらしいのかな？わかんないですよね。それだとしたら別に結局自動リバ変わってないから、タイミングとか最高到達点とか、最高到達点変わってないなら普通に強いっす、そのまま。問題は自動リバーだろ。入ってくれ。はあ、よっしゃ、あった。今日初 MVP だと思う。大丈夫かなこっち。なんかまた嫌な感じするな。大丈夫かな。おい、クエートタケミかよ。相手はダメだこれ。いや、起用したいクエートきつくない？起用したいクエートは今日きついだろう。わからんけどね、この人。わからん。全然タイミング違いますから。ああ、そう。ああ、2になった。
でもこっち竹道だしさ、別に 2SD じゃないの、ないから、別に2でも、しゃあないというか。あかん、はは、外れの方入った。あ、2だったよ、ラッキー。そうか。入れ。きた。お、こっちのあれだ、こっちの PD の人うまいね。わかってるわ、二人で。タモリやり方。あっ、ね。ダメこれ。打てん。もうダンク打っちゃう。あ、打て。オッケー。ナイス。うわぁ。二人で守ってんのに守る。それから決めてくるってさ。あの、入るよね、入らんのか。ほら、負けた。そっちか。あ、やば。うわ。いや、入ったかも。あ、ほら、リバ取れん。ああ。パス押したのに。パス押したんですが。今。ちょっとバックステップできる位置だったけど。あ、入るなよ。入るし。どんだけやねん。あ、ダメかなこれ。あ、入ったか。入ったけど。1分で5点差無効ボールか。きついな、これ。あは、嘘。え ?5 点差から。いってんか今の。あ、ダメ妨害もう、あ、ダメっす。くそ。普通に囲まれてるし、もう。あ、減少。いや、逆行った。さあ、読まれたとか逆行ったわ。うわ、もう。頼む、決まれ。いや、でもな、無理だろ。ここ止めてすぐ3決めて、やっと1点差。普通ならさ、これ時間使う。え？外れる？え？すぐ2連続で入るだと。え、今のおかしいだろ、2連続で入るってさ。2連続で清入ってんじゃねえかよ。普通外れるパターンだろ。しかも普通外れてリバ取れるパターンだろ。なんで2連続で入るんだよ。
I killed the war. おかしいな、さっきの清志。さっきの清志2連続、2連続3はないわ。サイクル回してないよね。回したっけ？サイクル回してたらありえるけど。清志の3はないわ。あれ、リバウンド取ってすぐ追いつけるパターンだろう。ああ。私は、なんか、めちゃくちゃ俺やってんのにまだマスター1ってやばいよな。マイキーおる。マイキーと組みたくねえ。マイキーと組みたくねえよ、俺。ノーマルバーバルとか大丈夫かよ。ノーマルバーバルとか大丈夫かよ。あ、全国最強のバーバラ疑ってさせん。疑ってさせん。全国最強のバーバラなら大丈夫だわ。多分。パスくれんタイプじゃなければね。あ、でも、あ、伊集院か。お、伊集院と、伊集院対決と、浮いてるんだけど、これ。ジャンプボールの時も浮いてるし。なんなんこれ直せよ、早く。あ、そうそう、ドラケンなんですけど、もしあれ勝ったとしても、ナーフされるんじゃないですか。普通にこれ、このゲームナーフとかされますからね。普通ならもう、返金問題だよ。普通の常識的に考えて。てか今、ダンクってさ、全然パス回さないけだったらすげえ嫌なんだよ。やば。まあ今時間使って攻めれなかったらしゃあないけどさ。ああ、俺マイキーに二人か。そればっかやん。ダンクばっかやん。てか、ダンクばっかしてくるなら、伊集院別に、伊集院じゃなくてもいい。ダメだ。撃ってん。撃ってん。おい、ダンク対決かよ。打てない。徹底マークしてくれても打てないね。マイキー、ダブルチームか。うわ、これは頼むはは、なんで突っ立ってんの、お前今のバーバルジャンプすらしなかったけどな。取ってくれよ、ジャンプで。あ、入れよ。よかった、やっと一本目。やっと一本目。またダンクだろ？あ、なにこのマイキーのダンク、マイキーでダブルクラッチもできたよな。あ、やっべ！あの、ま、入れ、あ、リバ、終わったわ、これ。打つ機会すらないから、サイクル回らないんだけど。なんで今の取れないの？スティール決まってもいいだろう、クソ、かつくな。俺一応スティールのコアもつけてたはずだけどな。なんでこんなスティール決まらないの、これ。あ、よかった。めっちゃ無理やりコネコネしたけど。めっちゃ無理やりコネコネした。はい、頼む、リバーナイス。こっち行ける。まあ、しゃあないか。逆転できないで、マジか。わ、撃てや。またジャンクかよ。
ああ、頼む、一本止めてくれ。止めたとしても、竹道に、あれされるか、ルールボール。よっしゃ、スキャリエ。オッケー。パス出すと思ったでしょうね。打ちますよ。またダンクか。ダンクばっかやん。あぶね！うわぁ、読まれた。こっち、もう一回いけるか。あー、こっち、俺バースト溜まってない、今。いや、今のはちょっとパス欲しかったな。バースト溜まってるし。あはぁ。ちょっとここまで見てくれてる人いるかわかんないですけど、さっきの動画でも言ったんですけど、僕、デスノート、約束のネバーランド、危ない、ちょっと。最近ではマイホームヒーロー見てるんですけど、パスだ。さあ、もう。マイホームヒーローとか見てるんですけど、僕あの頭脳戦好きなんですわ。頭脳戦でなんか面白いアニメないですかね。だから知ってる人いたらちょっとコメントくれると嬉しいんですけど。うわ、圧巻ダンクだ。俺のバーストが入るのかどうか。はい、スキャリー。入れ！入った。入った。じゃあ俺、竹道の守備でマークしとくか。頼む。くさ。これは、これ、いっか。妨害。頼む、取って。あ、やったぜ。やったぜ、リバダンした。オッケー。リバダンで勝ったわ。あれ？ちょっと待って、俺の記憶違いかな。伊集院ってリバパスありませんでしたっけ？記憶違い？もしかして。伊集院。だとしたらめちゃくちゃ今まで、変なこと言ったかと、言ってたことになりますが。伊集院の、スキル強化。あれ？リバパスない？もしかして。え？嘘だ。あるやん。あるわ。あるよね。いや、僕が伊集院使ってたら絶対リバパスしますけどね。リバダンはないわと思いますけど。リバダンする伊集院めっちゃ多いですけど。状況にもよるけど、いろんな。大抵はリバパスの方が正解だよね。あ、そうそう、伊集院リバパスないんですよね。リバダンすらなくて、なんかチップインとかいうなんか、そのしょぼいやつあるんですけど。そこに関してはちょっと、ドラケンダメだわ。ドラケンにリバパスあったら強すぎるか。いいんか。うわあ、出た、ドラケンが出たよ、これ。出たよ、ドラケンも。ドラケン多分、これ、ドラケンナーフされなかったら、やばくない？入ったかも。あ、見た。俺、アイバーソン二人行くか。
なんでしょっていくんだ、パスが。頼む、はい。やった。もう減少でもどんどん打っていこうかな、もう。ちょっと遠いエリアでも。アイバーソン二人行こうかなっていうか、俺がアイバーソンのマークから入ったわ。頼む、入れ！あーあー、頼む、リバー！あ、天才、天才やわ。お、ホビー大丈夫か？今のはブロックされるだろうな、ね。今のはブロックされる距離だ。あかん、ノーマーク。あかんかかかか。あかんかかかか。あかんかかかか。あかんか。あは、頼む、リバー。入るんかい。パス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 、入っとるぞこっち、入れ、オッケー、あ、危ねえ、なんか今何気にこけたんだけど、ちょっとアイバーソン2人来てくれよ、ちょっと SG の人、あ、これ取った天才アメリカ、さすがに。すげえコート広く使ってくるな。さすがにこれダブルチームいけんか、これ。すごいコート広く使ってくるわ。固定かよ、これ。ダメだ、これ。あ、打てる、打てる、打てる。入った、入った、入った。フェンス面ではこっち有利だけどな、ダブルヒンドって。なんだ、またこけたんだけど。はぁ、あ。うわ、またこけたし。俺だわ。ドラケンの強さ。うざ。筋肉ムチムチでさ。当たったらこけるぐらいムチムチ。あ！タッチした。負けたか、この試合。あ、ダメ、リバー。おー、ナイス。こっち行ける、こっち行ける、こっち行ける。俺はいつになったらスーパースター行けるんだ、これ。全然さっきから、スーパー、あ、マスター1と2を行ったり来たりしてんだけど。OK、入った。無理だな。36秒で向こうボールで4点差。はい、確実に2点決めてくると。一番嫌なパターンと。うわ、また金こけたし。ドラケン3打て。あ、あかん！離してしまった。離してしまった。なんで取っていくの、パスが。早くパス！ですな、これ。
あれですよね。ほんと20日ぐらいでさ、野良でさ、最強じゃいける人はガチでうまいと思うんだけど、俺やればやるほど上がるってことはないからね。まあ、他のゲームどういうシステムになってるかわかんないですけど、スマッシュダンクの場合、いや、他のゲーム多分一緒だと思いますけど、スマッシュダンクの場合、やればやるほど上に行けるってんじゃなくて、なんて言えば説明つきますかね。その期間によって、そのレベル帯で同じ人当たりますんで、お、強っ。伊集院とソフィア最強やん。最強リバコンビやん。ちょっと説明がちょっと難しくてできないんですけど、ほんと同じレベルの中を勝ち抜いていかないと上に行けないんですよね。だから、月末になればなるほど、そのランク帯の価値が下がっていきますけど、だからいかに早く最強じゃいける人はすごいってことなんですよね。適当。なんでジャンプすらしないの？なんでジャンプすらしないの？大丈夫？バグってない？大丈夫か？全然今タイミング違ったけど。OK。なんか、伊集院の動きおかしい人いるよね、たまに。ダッシュするやつが逆になんか、動きづらくしてんのかな。ナイスナイス。あはー、逆サイド行き。逆サイド行った。ま、止めれんわ、これ。いや、打てたやん、今、自分。自分の下手さん嫌になるの。いや、外れろよ。ははは、こっちがいいの、俺。俺か今の。いろんな状況あるから、ちょっと俺の場合あるな。あった。しゃ、当然。この場合俺か？あ、撃たれる。うわ、2だよな。2でよかった。次俺バースト入るかな。早くパスを！な、しょっちゅうパス出すの？あーもう！な、最初にソフィアにパス出すんかな、この人。密集地帯でパスされてもさ。二人マーク来てるときパス出されたのも全然打てないし、もうそれ、メリットないしね。うわ、打たれるわ。あー、これ、あ、リバ、頼む、頼む、あ、ナイス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 。オッケー、でこと。オッケー、今ちょっとスクリーン助かったか、もしかして。この場合どうすりゃいいの、これ。頼む、ソフィア自動ブロックあるよ、自動ブロック。ぶっ叩いてくれ、ぶち殺してくれ、キムロを、向こうの。パスパスパス。あ、ナイス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 。今回そっちで3止めるー。
うわっ、あ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 っ、アントネットから入るんかよ。なんか。ちょっと危ない。頼む、入れよ、入れよ、入れよ。うだっ、うだっ。頼む、ソフィア、自動ブロック、あー、惜しい。あはは、入った。ふぅ、愛だ。入ったね。打てば自動ブロック、自動ブロック発動、うわ発動しない、あーこけた、うわ天才やん、なんでそっちついたの、頼む頼む、もう決めてくれ、妨害入った、うふ、あ俺が行くべきだったか、あ、は、え？うっそ。入りすぎじゃない？気のせい。なんでそっちパス出すの？何来てからパス出されても。うわ、あぶね。こっち行ける、こっち行ける、こっち行ける。ダーン！読まれた！うわ、つーってくる。あはあ、氷室対決負けたわ。はあ、つーになるしな。あはあ。まあ、つーでもすりでも負けるけどね。え、めっちゃこけたんだけど、まず。ダメっすね、これ。でも13秒で勝てないじゃん。ソフィアなのにめっちゃ決められるっていうね。役者うまいな。またマスター2に押したけど、これ。いや、あのバーストブロックされたの痛かったな、延長戦の。だってミラージュシュートめっちゃブロックされるの。ミラージュシュート使いたくないよね、できれば。すぐ打ちたい。で、妨害になったりするしな。妨害になるとき以外、ミラージュシュート無理だろ。この黄色い鳥って人、確か上手い人だった気がするな。気のせいかな。多分この黄色い鳥って人上手いと思うけど。ほぼ同じ構成だけど、ドラケン対紫ブラはどうだ？はん。ちゃったよ。2になった。いやー、2厳しいな、これ。
氷室の3だけはちょっと徹底的に。あっ、分かって、あ、分かってのダッシュで、ディフェンスよりオフェンスの方がスピード速いっていうのが無理じゃん。無理。ダメだ。打っても、打って、打って、あかんくないそれ。やばい。やばい、向こう強い、いや、強いな、これ。向こうも2だったらまあいいか。なんとか3を決めたい。おいー、はー、頼む、はー、無理や。あー、決められず。あ、外れろ。あはは。いや、撃たれた。な、頼む！オッケー！入れ！入った、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 入った。キョッキョッ。2点リード、2点リード。またこけたし、ドラケンやばく。入るかも。やばいって、これ、こけるやつ。あとあとあと。なんでどっち行くのパスが。頼む、入れ入れ。オッケー。よしよしよし、あ、いいね。スリーだよ。向こうもさっきスリーだったって言ってた。くそ、わかってるのに早いよ。わかってるのに早くない、あれ。どうやって止めんの、あれ、あんなもん。あ、入ってない。頼む。あー、またこけた。ふざけんなよ、ドラケン。何まで。あんなあっかよ。うわ、真ん中から撃たれた。何なの、マジで。ダメだ、妨害だ、これ。あー、妨害。ここから逆転する方法。ブロックかリバウンドしかない。あ、スティールマーキャーもう何言ってんだかわかんないけど。おい、ドラケンのダンクで来んのかよ。スリーより、まあ、スリー決められるマシだけど。あ、ツーか。あー、しかも入らんし。あはまた負け？また負けんの俺。入るし。すぐ決めよう。あれ？あ！封じられてます。友一に封じられてます。あは、2になったし。知らねえもん。あは、時間使ってるわ、腹立つわ。は、なんでキャッチミスするのこれ。外れるんかい、しかも。いや、ドラケン強いわ、もう。なんあれ、ボケまくるじゃん。ないわ。連敗してるからか。うわ、3連敗してるわ。最悪も。
52.4 まで落ちとる。おいおいおい、今日どんだけ負けるんだよ。今日どんだけ負けるの？は？落とせんじゃんか。3連敗で落とせもないわ。ああ。さっきもマイホームヒーロー見てたんですけど、あれの11話で、なんか、今まで頭脳戦だったのに、なんか、主人公が敵の親玉に、僕が殺しましたって言ったんですよ。なんで今まで頭脳戦でなんかやってたのに、なんだ、ああいう正当な方向に進むの。すんげえ面白くないんだけど、あれはないわ。あそこもさ、しっかり敵、親玉を殺して、そこからまた隠蔽工作っていう、そういう通りのが面白いのに。そこでなんか自首しますとか殺しましたとかないわ、あれ。バックステップとこっちどっちがいいんだろうな。どっちでもいいか。早く終われよ、もうこの試合。いや、この試合ちょっと2試合以上続いたらダメだわ。あ、そう、この前ボット戦で負けたんですよね。なんかちょっと作業しながら適当にやってて、しかもこっちがジェーンで相手がジェイクで、で、なんか、ジェイクに、10対1ぐらいでリバウンド負けてて、なんか負けたんすよね。ああ、と思いました、マジで。びっくりしました。ああ、いつ終わるんや、これ。いつ終わるんや。しろよ早く。降参しろ。
あ、そうそう。この画面にも載ってますけど、プレゼント企画やってるんですけど、最初は何件か応募来たんですけど、その後全然来ないんで、もっとどしどし応募してるんで、よかったら概要欄から説明見ててください。まあ、タバコ吸った人じゃ、吸った人ある人じゃないと無理なんじゃないかな。タバコを吸ってた経験があって、そこから禁煙した人じゃないとちょっと無理だと思いますね。タバコという知らない人が送っても、多分その、よっぽどのことがない限り、ちょっと無理だと思いますわ。やめるのは。いつになったらスーパースターいけるんだよ、これ。昔はもっとすんなりいけたんですけどね。またボット戦かよ。いや、これ僕に限ったことじゃないですけど、これ。シーズンの勝率とか、50% 以上の人って絶対これボット戦とかのおかげだと思うんですよね。まあ、僕も含めてですけど。そうじゃない人と、ボット戦にならずに常にその連勝しまくってる人とか、と、僕とか比べると、あまりにも不公平だと思うんですけど、勝率とか。二連続ボットかよ、もう。やめろよ、こういうこと。練習しながらやる。これだけで決めるか。これとバックステップを交互に練習するわ。次バックステップ。はい、リバウンド取れ。取れや。ジャンプすらしないのかよ。やべ、負けてるし。いつの間にか。次あれね。あ、入らん。やば。やっぱ向こうに取られた。やべ。このボット戦負けるかも。ボット戦負けるかも。やばい。いいで、決まれよ。次、バックステップ。はい。あ、何やってんだ、俺は。どうも。早く打てよ。リバウンド取れよって入るんかよ。やべ、これちょっと真面目にやらんと、マジで負け、またボット戦に負けるかもしれん。次はバックステップ。はい。いやー、それにしてもね、マイキー強化は来ませんね。あ、次は。次バックステップだっけ？いや、ほんとマイキー買った人には申し訳ないんですけど、期待外れ感がすごいですね。まあ、僕の主観的には、マイキーのダメなところは、まずパススキルがない。で、スリーポイントスキルもない。ただ単に2点を取りまくれるだけのキャラ。昔は強かったっすよ。いっぱいいたっすよ、そんなキャラ。鏡とか青峰とかね。でもさ、今の時代ってさ、ムロとかアイバーソンとか笠松とか、マユズミとか、スリーポイントガンガン打つキャラがもうなんか主役ってところありますし、あとあれだわ、マイキーの悪いとこもう一つ、なんだっけ、ディフェンスもそんな強くなかったじゃないですか。ディフェンススキルも大してないよね。スクリーンかからないとかいうのはあったり、なんかマークしてる人の半径何メートル以内になんかのシュート打った人はなんか、あ、ダメだわ、あ、やべ、いい、やべ、いい点、いい点差だよこれ。いつの間にか。
それぐらいしかないよね。それくらいの バフっていうんですかね。それくらいの効果なら他の選手にもあるし、普通に。いや、マイキーの期待外れ感がすごいっすわ。僕の中ではね。まあ、その、買った人もコメントくれたんですけど、その人が言うには、ちょっと、操作感が難しいっていうのと、とか、いろいろ言われてたんですけど、確かに僕持ってない僕が、こっちだろ。こっちこっち。持ってない僕があだこうだ言うのは、ちょっと、買ってる人からしたら、腑に落ちないっていうところがあると思うんですけど、まあ、僕の主観的には、今週もメンテないし、強化はないなと仮定すると、ちょっとマイキーの期待外れ感がすごいな。とりあえず、まあ、一緒に組みたくない上、一緒に組みたくない上位ランキングですね、僕の中で。それにしてもドラケンだわ。ドラケンの方がぶっ壊れてるわ。何派のこけまくる。こけまくる仕様、なんか技みたい、スキルみたい。あれ何なの？あんなされたら普通にプレイできんよね。普通に考えて。ああ、ボット戦のおかげで上がったランクか。確かにボット戦、どうですね。あっても、あった方がいいんですかね。ああ、3連続は免れた。確かにボット戦内定回戦っていうのも、確かにね、負け、連続で10連敗とかしたら、さすがに僕も心折れるかもしれませんね。ボット戦のおかげでちょっと平常心保ってるっていう部分も、なきにしもあらずですね。なってみないと分かんないですね、ボット戦ない世界観。世界観っていうか、そのパラレルワールド。いや、でも、つまらんよ、ボット戦。本当に人間並みに強いボットなら全然許せるけど、何あれ。ほんとこのゲームやり始めて2日か3日経ったプレイヤーみたいな感じの動きやもん。動きやな、あの、ボットの実力は。準備遅っ。ダブルヒーム。いや、出たドラケン。ドラケン出たわ。しかも、めっちゃよく見る人や。ベテランのセンターだわ。あ、うわ、こけた。またこけたんだけど。ほら、おい、リバウンドも取るのかよ。うわ、うま。うま。できんわ、あんなプレイ。なんで取っていくの、パスが。パス早く。頼む、これ決まっただろ。決まっただろ。いけねえのか。なんで取っていくの、パスが。入った。あぶんな。今ドラケンの人絶対ブロック飛ぶと思ったけどな。時間考えると。いい、竹道攻めてくれ、2で。竹道攻めろよ。はい、何にパス遅いの？こっち行けるかも、こっちマーカー浅いかも。竹道ダンク行けや。うわ、マジか。
あ、ダンクいけやん。あ、あ、ちょっとまた対人で負けるんか。あぶね。頼む、入れ。あ。あかん、あかん、あかん、あっちだろ。お？普通ならまあいいか。ちょっと多分向こう操作ミスった可能性あるよ、今。変な感じだった。早くパスを。この清のノロノロする人ってほんと、まあ、清はそういうあのスキルあるんでわかるんですけど。はいえ、おっしゃ。清できればさ、あの後ろに回って前に行って後ろに行ってっていうあのもたもたするのやめてほしいですよ。僕それすらできないですけどね。操作忘れて、うわ今の取ってくれよ。はい、はわは。入った。入った。さあ、取り返した。分かってる、こっちだろ。分かってる、分かってる。ちょちょちょ、早く来て、早く、さあ、二人。うわぁ！なんだこの人、マジか！はぁ？あんだけマーク言ってんのに打ってくるってありえるか？入るし。うん、サイクル的に今、オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。向こう、竹道に負けるのはちょっと。あぁ！うわ！今サイクル回したの？あっかん、あぶね。うわ、やばい、あ、やばい、やばい、あっかん、あっかん、あっかん、遠くない、入れよ、入れ、入れ、リバウンド、オッケー、ナイス、こっちこっちこっち、はい、決まります。こっちはもうダブルヒームで、2倍だからね、攻撃力、向こうぞ。あっ、あっかん、あかん、アンクルブレイクした。外れろ！リバウンド頼む！頼む！頼む！ナイス！ナイスですね。こっち行けるかも。え？あ、ナイス。スーパー。まあいいよ、普通で。頼む、この、この人だけ止めよう、この人だけ。頼む！頼む！取って取って取って！あ、何やってんの！おい。あー、やばい。あ、はい。俺、バーストあるよ、バーストあるよ。早くパスして。あ、超力すごい。何やねん、もう。ていうか、オブレフリーダー打て状態だったよな、あれ。竹道。あそこでパス出すんかよ。この人うますぎん、この池崎なんとかって人は。マジかよ。何この池崎ポパイって人マジでうまいんだけど、今まで対戦した中で、トップ3に入るんじゃないこれ。え？個人能力見れんな。これ何回のこれ、あれさっきの人か、違うよな。さっきの人だった。違うわ。英語だった。マジなのこれ。こんだけ最強者取ってるし、勝てんわ、そりゃ。勝てんわな。マジかよ。衝撃的だった、今のマスマス。あ、ちょっと。タバコ休憩します。ちょっと待ってください。あと仕事がちょっとある。
あー、はい、戻りました。ていうか、ヤフーニュース見たんですけど、大谷が35号ホームラン、キング独走。大谷すごすぎん？マジかよ。まあ、今、選手として絶好調、全盛期なのかな ?29 歳って。29歳だよね、ほとんど。やばいよ、大谷。おいおいおい。このペースでいったら、ガチでも、新記録級に打つらしい。このペースがもし維持できたら。やばいよ。化け物だな、ほんと。やばいね。体調管理さえしっかりできてれば、普通に30超えても、ほんと全盛期のまま維持できる可能性あるからね。勝ちですごいな、大谷。っていうかさ、最初に日ハム入らずに、あ、さっきの人が、わーい！あ、そっちがいい、そっちがいい。あ、そっちがいい。あ、どっちみち、ツーヒムロか。いや、俺ソフィアのマークだけ勘弁して。おっしゃ、こっちセンターかなり分があるよ。最強と最弱と言っていいよ、これ。ちょっと待って、笠松とソフィア？マジ？ディフェンスコンビやん。笠松とソフィアも結構強いな。笠松とソフィアだよ。どっち俺？あ、俺笠松か。どっちも嫌だけど。どっちも嫌だけどな。で、負けるんかい。あ、打った、あれだ。うわ、ベイルしてさ。これ。危ない、危ない、危ない。ダメ、あは打っちゃったよ。ナイス、打てる。あ、2じゃない、それ。これ、2じゃない。次、笠松絶対入らんだろう。一応マークしとくけど。やばいよ。やばいよ。やばいよ。え？ナイス。めっちゃ寄ってくるんだけど。めっちゃ寄ってくるんだけど。ああ、もうスクリーン邪魔。俺のマークがスティールしたからちょっと。スティールしたから、行動遅れたわ。今撃ってたか隙間から。あ、撃ってねえ！こっちこっちこっち。今もう！もう。俺が悪い。撃てたなあれ。だってスクリーンプレイとかあんま得意じゃないからちょっと。あぶんな！よく今の妨害にならなかったな。絶対今妨害になるパターンだと思ったけど。あぶね、あぶね、あぶね。危なくない？おお！うまいね、この人も。うまいよ。よく今。てかもうそろそろ溜まってんじゃないか。ソフィアの自動ブロックが。やだと、はい。負けるんか、この試合、おい。向こうのルシオの人の動きもいいしね。はいで。はい、逆転。はい、逆転。ソフィアにやられとるなぁ。くっそ。あ、そろそろ自動ブロック溜まってない。危ねえな、パスが。だよ、これ。
頼む入ってきてダメだはい、リバ取れます。入る。入った。よし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 。ルシオに負けるのは、ルシオに負けるのはきつい。笠松のレイアップもあるし、スリーもあるし。また入るのかよ。ちょっと落ちろよ、PG なんだからさ。ミドルもさ。あっ！あぶ。あぶ。こっち行ける。全然止められる。あ、ナイス。うま。今の何？あのミラージュとうま。あ、タンクや。ちょ、俺が頑張らないとな。ソフィアの人で封じられるから勝手な姫の人。OK。ちょっとなんかすげえ変な。タイミングになったけど。ひっか。すんごいなんか今、下手くそーなシュートだったけど。うわ、レイアップ来たわ。そっち危なくない？あー、こけとるから。伊集院の人のフェイダーウェイでいいんじゃない？はい、入りますよね、ナイスナイスナイス。勝った。順調にいけばもう。あと、笠松のスティール気をつけるだけだ。ここ決められたとしても。うわ、打つんか。そんな早く打つんか。俺、ちょっと笠松引きつけて、ちょっと、端っこ行くわ。え？危ない、笠松危ない。打つんかい打つんかい。だからいいけど危なくねえか、今の選択。今の、外れてたわ、ほんと。さすがに恨むよ、今。ハイリバンド取れますと。はい、勝った。はい。ヒムロの人、うまくて助かった。よくソフィア相手に20点決めれるな。よくソフィア相手に。それにしてもさっきの、なんとかだけポパイって人うまかったなぁ。ちょ、一うまかったかもしれんな。氷室使いで。あの人の動画研究するか。まあ、研究したからといって、勝てるようになるには、その、実力が伴わないと、できるようにならないといけないんで。いやぁ！竹道よりはマイキーの方がいいんじゃないの？竹道よりマイキーの方がいいだろ、さすがにさ。何やってんだよ！全国最強のゼイク。いや、ちょっと部が悪いと思っても。全国最強のゼイクに対して金か。しかもゼイクに課金してるし。ようやるわ。てか、こっちの金の人も課金してるわ、よく見たら。あかん、ブロックされる。あ、頼む、リバ取れるよね。こっちのうまく！こっち、勝ちのうまく！は。竹道の人大丈夫？ずっと外にいるけども、確かにノーマークだけどさ。うわ！うへぇ！みんな妨害ちゃう。一生かよ。てたか今の。こっち
ちもう一回ちょうだい。こっちもう一回ちょうだい。初でもいいかも。なん、どうしよう。ちょ、俺ドリブルコネコネ、コネコネモードに入るか。協力ボガ。頼むリバー。はい、天才。こっちへ、ノーマーク。ハック。入れ。入れよ。ツーでよ。あ、そっちか。外れろ。リバ取ってくれ。あ、天才や、この人。こっちノーマークでバースト溜まってますよ。あ、入った。よし。いけるか？いけるか、この試合。いけるか、この試合。うわ、マジか。ちょ、いや、ザップはいいから。こっちこ、あー、こ、なんて、な、何やってんの、この竹道。あ、いったし、もう。何やってんだよ、この竹道はよ。ああ。いや、さすがに今のディフェンスはないだろう。おい、バグってんのか？ディフェンス大丈夫か？やば、ツー、あ、ツーならいいんじゃない？撃つなよ！こっち行け、こっち。パチ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 。入れ。これ入った。よしよしよし、勝てるだろ、勝てるだろ、これ。あ、入ったか。あ、リバウンド、リバウンド。うわ、やば。うわ、届かない。届かんない。今の PF とかだったら、ブロックできてたパターンだけど。あ、それはないわ。それはないわ。おいや。おいや。パス、リザンパス、リザンパス、そっちじゃない。あ、決めて、2決めて、2決めて、2決めるだろ、だろ。入らんとかないよね。よし、入った、分かった。よしよしよし。よし、分かった。よし。うん、まだまだ時間ありますね。アイリンか。初期スキンアイリンじゃないだけマシか。だいぶ前に出たスキンだから、ベテランか？
ベテランならいいけど、まあ、ベテランだから、うまいってわけでもないかもしれんけど、素人にまして、ましですけど。相手は、あ、こっち全員ベテランで、向こう矢吹おるぞ。これいけるんじゃないの？いけるんじゃないの？これ。頼む、連勝させてくれ。何？矢吹に、マイキーのズラ、課金した。ガチ勢の矢吹。やば。ああ。うわ、最悪。頼むリバ。ナイス。うざは。あはー、スリー狙ってくる矢吹だ。やば。おいおい、矢吹止めれんって俺の下手さが露呈するぞ、かなり。バレるよ、俺の下手さが。この矢吹の人、うまいかもしれんけどね。なんでキャッチミスするんだよ。入った。あのキャッチミスって俺のせいなの？俺のパス値が低いからキャッチミスするの？キャッチミスっていうかなんか、あれするんかな？それとも、受け取る側のせいなの？やば！この人うまい！この人うまいよ。止めね。この矢吹うまいぞ。矢吹止めれんって恥ずかしすぎだろ、俺的に。矢吹ガチでよ。またスリー狙うんか、俺。うまっ！頼む、取れるよな。ナイス、ナイス、ナイス、ナイスパス。なんでそっち行くんだろ、ID にパスしたかったのによ。俺ほんとさ、ほんと氷室さ、ノーマークのキャラに、パスできたらもっと最高だったんだけどな。あ、やべ、また撃たれた。なんで入んねえの？この ID の人うまいな。俺だけか活躍してるねえな。ちょっと矢吹止めれんってやばいわ。なんでそっちか。うわ、そっちか。ただ、妨害、妨害、妨害。リバ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 リ。あは、やばい、あは、やばい、ノーマーク。あ、似てんな。あ、やばい、あ、やばい、やばい。あは、リュウちゃん。マジか。俺のせい？俺のせいですか？俺多分3入るだろ、次。そっちパスだ。入るだろ。OK、入った。やっと一点。やっと一本目。なんでこっち来るの？ちょっと。スペース開けてくれよ。やばい。やばい。これ3決められたらかなり。あっか、やっぱバレろよ！うわ、やばい、やばい、やばい。あっかん、これ入る。これ入る、これ入る。やっぱ。やばい。こんなに接戦になるんか。おほび。てか、このセンター絶対俺にパス出さしてる。こっちバースト溜まってんのにさ、今のパスだろ。負けたんじゃないこれ。はぁ、あ。
はあ、うっす、妨害妨害。はぁ、あ、妨害であれだ。ああ、なんでこうなるかな、もう。またあっちパスだぞ、こいつ。ねえよ。死ねば。だあ！延長なんこれ。ああ。やったけどイラつくわこの試合。やっとここまで来たか。あと一勝でやっと昇格戦。あれ見つからねえな、さっきの矢吹。俺だっけ？マジか、スーパースター1に俺やられたの。ああ。お？ドラケン来た。フレデリカとないわ。昨日もね、めっちゃドリブルするケイニーと当たったんですよね。当たったっていうか味方になったんですよね。ちょっとそれトラウマだわ。そんなケイニーと組みたくねえよ。ナイス。嘘だろ。あ、バウンドが。はっ、外完全にマークされとんな。うわ、入るんかい。ちょ、待って、あれ？一つ前も入れなかった。それが現象で入るんかよ。
あー、2になるな。あー、リバー取れんし。いやー、外れるし。外れるし、2になるし。やべ、負けるんか、これ。囲まれてんな、両サイド。あ、よかった、入った。外れろ。入るんかい、スリーが。こっち行けるぞ、こっち行けるぞ。バースト溜まってます、バースト溜まってます。バースト溜まってます。はい、入りましたと。あ、やべ、ちょっとちょっと、ノーマークになった。いや、さすがに今のは落ちるからリバウンドと、位置取りしてほしかったな。え、アイリン、シュートパスある、忘れてたっていうか。結構その点に関しては強いな。昔はなんかアイリンもなんかサイクル回ったらしいですよ。シュートパスで。昔はね。こっちのマーク、どっちのマーク、こっちのマーク。はい、ナイスパス。はい、ナイスパス。今のはナイスパスだ。頼むリバー。あ、入らん。ダメだ、負けそう。負けそう。両サイド囲まれとる。入れ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 。頼むリバ。あ、負けたわこれ。その無課金キャラに2体に負けるんかこれ。ほとんど。ダメか。ちょ、何時間やってるか今日。何時間やってるこれ。何時間やってるか確認。ちょ、待って。はい。2時間半ぐらい、2時間20分ぐらいやってますね。まだまだ暇なんで、まだまだできますけど、やろうと思えば。例えばなんかあのパズルみたいなやつやってたっけ俺。パズルっていうかなんかあの、3枚揃えるやつ。あれ全然やってないけど俺。これか？いや違う。あれ？どれだっけ？違うな。え？これ、いやこれ違うな。え？え？あれなくなってない？あのパズルみたいなやつ。あの3枚揃えてあの消すやつ。あれなくなってない？あれ？これか？あ、あれか。さっきのやつか。どこ行った？ゲーセンの、こっちかな？あ、こっちだわ。これもやるわ。報酬もらえんの？え？と、え？じゃあ俺今何のためにやったの？こっちめんどくさいんですよね。いやこれ、動画にこんなの載せても誰も、やりました。
そう、一時期1759人ぐらいまで減ったんですけど、そっから31人増えましたね、チャンネル登録者。ゼルダのせいでめちゃくちゃ減ったんですけどね、250人ぐらい減ったんですけど、そっからだいぶ復活してきました。あ、フレの人やん。この上手い人はトップスって人、フレやけど。フレか?フレ解除されたかわかんないけど。いや、俺、ソフィアのマークか。いや、これ厳しいと思う。俺が点取らなきゃいけない感じの試合になるし、ソフィアだし。入った。一発目はいいけど、からだよな。さあこれでやめとくかな、勝って負けても。はいで、オッケー、リバ取れたら最高。うわ危ね、頼む。うわー、打ってくるか。でもこれ二人ともちょっと次確定になったよ。ヒムロもユナも次3確定。あかん。入るだろ。よし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 。なんか思ったんだけど、確定でパスしても、次のシュート入る確率高いよね。いや、ヒムロ二人来て。ソフィ、あ、ええ今の妨害？妨害で入ったんならちょっといいけど。この場合さ、ソフィアいらんよね。あ、撃てたな。ダツーかも。この場合ソフィアマークいらんと思うけど、ヒムロとりあえず抑えよう、二人で。どうすりゃいいのこれ。俺が悪いの、やっぱ中途半端なことしてさ、わかんねえよこれ。いろんな状況あるから。入っただろ、オッケー。このバーストを使うために俺バーストエネルギー溜まるテンプつけてるから。え、ちょっと待って、向こう何ドラケンでミドル入った。今ドラケンでミドル入るんかよ。ダメだ。ナイス。ちょっと待って、ソフィアそろそろ警戒せんと。ソフィア嫌だ。ソフィアをアンクルブレイクさせるしかないな、コネコネして。外れろ！ちょっと、ユナの人、ちょっと、ヒムロ離さないでおこうよ。マジック。あー、取れる！あは！取れんの今の！嘘、最悪な結末。最悪な結末、これ。ソフィアに3決められる、最後。いや、2点の方が良かったじゃん。あかん！あは！あ、やべ！あは！うわ、やっちまいました。あは。一番警戒してたことも、忘れて。頼む！走れよ！リバ！うわ、撃ってくるし、腹立つ。あは、二連覇。いや、さっきの試合勝ったか。なんでパスくれんの？入ったね。オッケー、入った。まだいける。まだ二点差ならいけるけど。いけるけど。ユナの人さ、ユナの人ちょっと、ヒムロ二人来てくれよ、ちょっと。
メだ、撃てへん。撃てへん。頼む、清志3。入れ。よし。31秒1点差いけるか。ここ、垂れてくる、これ。ワンチャン2ならまだいいけど。リムロだけはなんとしてでも。え？あ、向こう伊集院か。あ、いけるか、これ。ユナ3打てる。入る、オッケー。オッケー、来た。これ。ここを止めれば。ドラケンだと思ったらこれ伊集院か。あ！いや、外れろ！うわ、わからった。ブザービーターだらよかったの。 0.5 秒残っても、うわ、2ならしゃあないけど。じゃあアンクルブレイクさせたから。お、入った、しかも。ソフィアはほんとアンクルブレイクさせるしかないね。それ以外の方法ないわ。うわ、勝つでろよ。あ、リバダンで助かったか、ある意味。あ、勝たせてくれよ、もう。最後の試合なんだから。頼む、ユナ。いや、これ、これは厳しいんじゃない？あ、なに？あ、撃ち、撃ちたか、今の。頼む、清志。ダメだ。ダメ！ソフィア怖すぎる。これ入るかも。ワンチャン入るか。ほっ、できた、これ。さっきの外れたのがこれの布石だわ。うわっ、ちょっと、今俺マークミスった。だってさ、この点差で、この点差と秒数だったらソフィアも一応マークしとかなきゃいけないかなと思ったんだ。え、12点これ伊集院か。あれ、これ伊集院か。ずっとドラケンだと思ったわ。途中まで。はぁ、もうだ。今のはちょっと悔い残る試合だなぁ。かよ、もう。ということで、ちょっと休憩したいんで、今日は多分もうやりません。終わりたいと思います。